人で漫才するタイミングってないんかなって思うんですけど、国民も選挙行ってただ投票するだけじゃなくて、はい、止めてくれよマネージャー、長いよいや、やってきましたね。まあ今日はあのターニングポイントの映画の撮影日ということもあるんですけれども、はい、あのそこでね、今日共演させていただくビートきよしさんとちょっとトークをさせていただこうかなと思っております。ちょっとあんまり外なんで大きい声出せないですけど、ビートきよしのスターバという、はい、あのマネージャーさんの方から瞬間湯沸かし器だっていうことを聞いてて、あの僕はすごいビビっております。ちょっと、お邪魔します。あら、さあ見てくださいよ、すごいですね。じゃあ、はい、行ってきます。おはようございます。このもう今ってもう漫才やられてはらないじゃないですか、うん、いつぐらいから漫才ってされなくなったんですか？40年ぐらい前からだな。はい、それはたけし師匠がお仕事増えて一人でお仕事するタイミングが多くなったから必然的になんか自然になくなっていったみたいな。だから僕はドラマの方ずっとやってたからね。あれですもんね、仲はいいっすもんね。仲は悪くないよ、はい、だから、はい、コンビってな、はい、夫婦だってさ肉体関係があって、はいはい、別れるやついっぱいいるわけでしょ。あ、そうですね、はい、我々って肉体関係も何もないんだよ。あ、ないです、はい、それで長続きしなきゃいけないわけでしょ、はい、どうするの？どうする？どうしたら長続きするの？僕も相方と仲いいんですよ、うん、腹立って芝居たろうかなと思う瞬間ももちろん何度もあったんですけど、うん、最終的にもうちょっともう家族みたいになって、僕は言ったら今相方が海外に行って漫才できへんくなったから、その漫才のお金が入ってこないんで、うん、生活苦しいっちゃ苦しいんですよ、うん、でもあんまり相方のことは恨んでなくて、もちろんまあ相方がネタを作ってそれでザ・漫才っていう賞レースにチャンピオンになれたっていうのも一個あるんで、うん、もちろん感謝もあるし、あとこの年になって新しいことにチャレンジしてるじゃないですか、海外に行って、うん、それはすごいなっていう尊敬もあるんで、そこはなんか仲良くできるところなんかなって思います。コンビっていうのは、はい、趣味も、はい、何でも、はい、同じだったら2人でやる必要ないんだよ。そうですね、はい、全然性格は違うし、はい、もう好きなものも全然違う、2人が舞台立って言い合うから面白いわけだ。はい、はいはい、そうですね、はい、ね、相方は2人いらんと思います。そう、はい、だったら1人でいいわけでしょ、はい、だから性格が違うんだから合うわけがないんだよ、はい、その合うわけがないのをどうやってうまく、はい、コンビを続けていくかだよ。それはどうすればいいんですかね。本当にずっと長いわけじゃないですか、解散もせず、はい、あのな、はい、野球だってピッチャーとキャッチャーがいるわけでしょ、はい、キャッチャーが全てサイン出すんだよピッチャーに、はい、でピッチャーがいい球投げて勝つと勝利投手ってピッチャーなの。そうですね、キャッチャーなんかインタビューも受けなきゃ何も受けないわけじゃん、はい、だけど陰で努力してるのはキャッチャーでしょ、はい、だからいいのよ、はい、漫才だって何だって、はいはい、自分の役目はこの役だってそれは徹底しなきゃいけないわけじゃないですか、はいはい、ビジネスだから。キャッチャーの役、女房の役なの、はい、そしたら何とかしてこのピッチャーを盛り上げてって勝利投手にさせなきゃいけないわけだ、キャッチャーは、はい、だからってね、はい、ピッチャーだけなんだよ、俺がサイン出してね、はい、お前うまく投げさせて勝たせてんのにお前だけ目立って冗談じゃないよ、俺だって俺の方だってすごいだろう、はい、って出てきちゃったら、はい、うまくいかなくなるんだよ。そうですね、はい、解散するとか仲が悪い原因ってのはそこなの。俺がなるほど、はい、俺がっつったらさ、はい、うまくいくものにいかなくなっちゃうでしょ、はい、ボケはやっぱり目立って、はい、笑い取らせなきゃいけないわけだから、はい、もちろんそうです、はい、そこをやっぱり鍵に隠れたって縁の下の力持ちになって、はい、それは徹底してやんなきゃいけないわけじゃん、はい、だからうまくいく。なるほど、そこに流儀があるんですね、師匠の。そうそう、はい、これちなみに僕、まあ、個人的に最後いつかまたお二人で漫才するタイミングってないんかなって思うんですけど、どうなんですかね。漫才するタイミングは、漫才はないと思う、はい、遊びでは
出るかもしれない舞台はね、はい、それはなぜかというと、はい、俺たちのネタ、はい、特に相方の、はい、しゃべくりはパワハラとかね、はい、そういう風になっちゃうんだよ。あ、やっぱそうですね、うん、やっぱりね、まあ、ちょっと過激な発言がやっぱ多い感じはするんで、だからそういうのはネタはできないと。いや、俺たちはね、はい、もうコントだな。コント、それで今の多分お二人のずっと歴史で最終的にネタをするってなったら多分コントになるんじゃないかってことですか、うん、コントみたいな感じで遊びなんだけど、はい、もう二人でゲラゲラ笑いながらさ、はい、いやでもそれでもいいからめちゃくちゃ見たいっすけどね。ぜひ機会があったら。うちの相方も急に言い出すからさ、はい、やろうよとか。あ、そうなんですね。結構いつでもどのタイミングでも急に言われる方なんですね、うん、全然ちゃうでって言われるかもわかんないですけど、うん、僕本当に今おしゃべりしてお話しさせていただいて、性格僕清志師匠にめちゃくちゃ似てるかもしらへんって、相方に対しての考え方であったりとか、なんかその辺の感覚が、まあ、僕からですけど恐れ多いですけどめちゃくちゃ似てるなっていう、まあ、じゃあ違うよって言われたらそれまでなんですけど。だって国会の今質疑見ててみない、はい、あんな腹立たない、あれ見てて腹立たねえか普通。いや立ちます今は、はい、思います。そうです。それがなんで、なんでなんですかね。あんまり言うのもあれですけど、なんであんなことがまかり通ってるんですかね。いや、まかり通ってるったって、はい、俺全部グルだと思う、はい、マスコミから政治家から。あ、まあまあそうそうそうですね、まあ都合のいいように、例えばだよ、はい、ワクチン打って死んでる人たちがいっぱいいるわけ、はい。ちょっといいですか、すみません、ちょっともうこれ以上は良くない気がするんでちょっと終わります。はい、ちょっと師匠これ以上はあんま、なんか僕の YouTube がどんどんなんか嫌なコメントが溢れ返ったらちょっと怖いんで、これ以上、いや闇には触れたくないんで。いやいや、そういうこと言ってっから世の中ダメなるんだよ言いたいことバンバン言わなきゃダメだよ。いやいや、あの、ねえねえ、師匠自分のふわっちで言ってください。いや俺は言ってるよ全然。言ってます、はい、言ってるよ。何ですか何ですか。だから、はい、国民も選挙行ってただ投票するだけじゃなくて、はい、やっぱりね、自民党がどうのこうの。ありがとうございます師匠。もうこれ以上はちょっと、だからね全然終わってくれへん、大丈夫ですか、はい、だから、はいはい、そんなもの自分でこうだと思ったら、はい、みんなこう行かなきゃダメなんだよ、はい、ね、人がこう言ったからこう変わっちゃいけない、はい、自分を持ってしっかり芯はぶれずに、ぶれずに、はい、ね、行きます。そう、行かないと。俺見てみんよ、はい、もう人の言うことは、はい、なんだよビートキヨシはよ、はい、悔しかったらやってみろ、はい、ありがとうございます。でもそうやってやんなきゃダメなんだよ。ありがとうございます、はい、人間はね、はい、マネージャー止めてもらっていいですか。長いよ長いよじゃないよありがとうございます。そういうもんだって世の中はありがとうございます、ね、はい、はい、ありがとうございます。本当に面白かったです。また多分世間で感じてる清志師匠のイメージと多分違う部分が見れたなとは思う部分あるんで。だから俺は、はい、止めてくれマネージャー。長いよいや一言だけ、はい、俺は期待してんのは、はい、百田さんと、はい、有本さんの、はい、補充党だよ、はい、補充党、はい、ちょっと一回調べてみます。僕もちょっとどんなんなのか、はい、どんなのは、あれを俺は期待してるけどね。やっぱり日本を守んなきゃいけない、はい、守れよ日本を頑張ります頑張ります。守れよ、もう YouTube やってる、はい、やってんだから、はい、頑張ります。ありがとうございます。昔の日本をね、はい、取り戻さなきゃダメなんだいやなんか怖いな、なんかちょっと思想が怖いなありがとうございます。ありがとうございました師匠、ね、ありがとうございます。フラフラしちゃダメ、はい、頑張ります。タコとか行かなきゃいけないんだよ、はい、俺好きだけど、はい、ね、なんでタコって言われるか知ってる。なんで言われるんですか。なんでこのタコをこの野郎って分かんないです。いや、はい、こっちの方で言うんだけど、はい、筋がないからだよ、骨がないからなんだ。あ、そういうことなんですか。そうだよ、これちゃんと知らんかった。の筋を持って、このタコって筋がない、一本通ってないから、うん、このタコって言われると。そう、ふにゃふにゃしてるから、そういうことなんですね。しっかりしろよって、はい、よかった、その言葉だけの意味が知れただけでもよかったです。ありがとうございます。頑張れよ。はい、頑張ります。ありがとうございます。許さないよ。なんで急に怒られてるのか分からへんってありがとうございました